はい、こんにちは、美術で美術で日本を元気にするシカゴの田中でございます。はい、ですね、岡山で鑑定会やるんですけども、岡山のゆかりの作家ね、たくさんいらっしゃいますね。日本はですね、美術に関しては東京一極集中では全然ないんですね。今でもそうです。今でも地方にいい作家さんたくさんいらっしゃいます。だからそこがね、なんだっけ、最近ね、地方なんだっけ、地方活性化、そういうことが言われてると思いますけども、美術は昔から今までずっとそうなんですね。岡山にゆかりのある作家、例えばですね、浦上玉堂、それから石崎紅葉、小野蟄居、池田洋尊、この辺が、江戸から日本、なんだろう、現代にかけてですね。それから今度ちょっと、違うところでは大林千巻、極楽千次、それから竹下夢二も結構ね、岡山と、ゆかりがあるんですね。あと斉藤真一、斉藤真一は学校の先生やってましたからね、岡山の生徒さん結構いらっしゃるんですね。あと国吉康夫、この人はアメリカで活動してたんですけど、もともと岡山なんですね。それから有本敏夫、あと高塚翔吾、滝口修造、それから清原圭一、あの鹿野小木武四郎、あとそれからですね、赤松林作、岡本豊彦、それから彫刻に行きますとですね、平串天中先生ですね。それから犬飼木道、これ別に芸術家じゃなくて、いわゆる、ね、犬飼剛、政治家ですね。でも犬飼剛はね、大コレクターであり、ドキドキ作品も作ってたんですね。知ってましたか。それから、前田利長って、これ政治家というか武将ですね。それから尾上採集、これはまあこの書家ですけどね。そんな感じで岡山って実は文化に恵まれた土地なんですね。私のお知り合いでこれなんだ、インカのね、ものを集めてる美術館のかもございますけども、まあちょっと今の話とは直接関係ありませんが、一つの美術立国を県で出している県が岡山県でもあるんですね。ぜひですね、岡山の方、鑑定会、東京から鑑定士が4人いっぺんに行くというケースはなかなかないと思いますので、何でも鑑定団だけじゃなくって、私どもの、美術鑑定館にもぜひお品物お持ちくださいませ。よろしくお願いいたします。